これちょっと言ったらなんかあれかもしれないですけど、世界がもっと平和になるような世の中が欲しい。あ、これはでかいな。オンリーワンチャンネル。はい、オンリーワンチャンネル始まりました。第10です。よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルはですね、まあ、社長様、そして経営者様、そしてオンリーワンの方、そういった方々をインタビューリレーションという形でご紹介させていただいております。そしてその中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてパワーソング、そしてオンリーワンですね。そういったものを聞きながら、人となりをご紹介させていただくわけなんですが、今日はですね、とても若い女性の、経営者様が来てくださっております。どんな話が聞けるか楽しみなわけなんですけど、ご紹介させてください。マハル北急ですね、はい、の代表取締役でいらっしゃいます、宮坂遥さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もうツッコミどころ満載なんですけど、まずマハル北急でいいんですよね、はいはい、こちらの社名と、はい、あと事業概要か、そこをまず教えていただいていいですか。はい、はい、マハル北急は、マハル北までで、フィリピンのタガログ語で、愛してるっていう意味がありまして、はいはいはい、で、私が一番最初に事業を始めたのが、福岡県の北九州市っていうところなんですよ、うん、はいはい、で北九州市が北急っていうふうに、うん、愛称という形で、呼ばれているので、そこで北九州からその世界へっていうような意味を込めて、マハル北急っていうふうにつけました。そういうことなんだ、はい、マックかマクドみたいなそんな感じでもみんな省略したら、はい、マハキタって呼んでます。あ、そうなのね、はい、なので、ハッシュタグマハキタとかで多分いっぱい出てくる。ああ、そういう、はい、ま、そうです。おしゃれです。おしゃれです素晴らしい、はい、で、じゃあどんなお仕事をされてらっしゃるかっていうところはどうなんですか。はい、はい、もともとは海外留学とか海外インターンとかの授業をやっていたんですけど、まあ、今ちょっとコロナの影響もあって、はい、オンラインの英会話の授業だったり、はい、あとはイベントとか、地方創生とか、そういった若者だからできることに今はチャレンジしていろいろとやっております。はいはい、そうなんだ。実際授業をスタートしたのっておいくつぐらいからですか。スタートしたのは、20歳ですかね。わ、すごい、はい、年齢は多分20歳なんですけど、大学3年生の終わりぐらいからです、うん、その、これ多分いろんなところでも聞かれてると思うんですけど、その起業家にこう目覚めたというか、はい、そういった部分に意識されたっていうのはきっかけって何だったんですか。きっかけは、なんか実際にその留学の授業をスタートしてからなんですよね。はいはい、起業興味あってスタートしたっていうよりは、授業を自分たちが作りたいものを作ってやっていって、収益化をしていって、はいはい、意外と授業を作るの面白いなって思ったところから、なんか将来は起業してみたいなっていうのが大学3年生ぐらいの時に芽生えました。その頃っていろいろ将来を考えるタイミングですか。はい、それまでって何になりたかったとかなんかあるんですか。そのこの職業好きだったみたいな。それまでは、小学校の先生になろうと思っていて、はい、一応教員免許は取得して卒業したんですけど、小学校と今幼稚園の先生になりたいなっていうふうに思ってます。そのいわゆるその海外、今授業とか、その例えばインターンシップとか、その学生支援かっていう部分のところで、はい、醍醐味っていうんですかね、ご自分が感じてるものって何なんですか。そこで言うと、学生ってやっぱ社会人とは全然違って、いろんなものに、チャレンジできるけど、いろんな環境のせいにしちゃいがちというか、っていうのがあると思っていて、ただなんかチャレンジすればするほど本当にいろんな世界が見えてくるし、いろんな人にも出会えるしっていうので、学生さんだからこそできることっていうのがやっぱりあるなっていうふうに思うし、私たちが作ったプログラムも自分たちがやりたいこと、学生でチャレンジしたいことをそのままプログラム化して、当時はその女子大生が作る女子大生のための海外留学プログラムっていうふうにして販売をしていました。そうなんだ。で、それは他との差別化って言い方が、そこまで大それた話じゃない部分かもしれませんけど、そうなんでしょうね。宮坂さんオリジナルのその形って他とちょっと違うなみたいなものって何なんですか。一番は、やっぱりその自分たちが女子大生だけでやってたんですよ、はいはい、だからその女性向けに作るプログラムっていうのが一つあって、で、実際に海外行ったりとかして帰ってきて、やっぱり
行って帰ってきただけになっちゃう子たちがやっぱり多いんですけど、渡航前にいろんなあの目標とか目的だったりを考えるワークショップやったりとか、実際に帰ってきてからもう実際にアウトプットする機会を作ったり、実際それを後輩に伝えてあげるとかっていうようなあの、イベントとか開いたりして、そこからまあ就職とかまでサポートするっていうような流れを作ってやってます。でもその海外に、まあ、留学 の、 その、はい、経験とか、まあ、もちろんそれは短期長期いろいろあるにしても、やっぱり人がこう変わっていく様みたいなのって 見れるじゃないですか。そうですね、なんかこうエピソードトークじゃないんですけど、あれこの子行ってきちゃったら急にデビューしちゃったよみたいな、そういう多分話もあるんじゃないかなと思って、はい、なんかもしあればぜひそこら辺。そうですね、もうすごいいろんな子たちが行ってて、いろんなそれぞれのエピソードがいっぱいあるんですけど、やっぱり一番なんかすごいいいなって思った子は、一番最初に私がそれこそ教育を学んでいて、大学の時、やっぱりその自分たちもその周りの先生になる人たちがやっぱり主体性がなかったりとか、 あとはまあなんだろうな、チャレンジ精神がなかなかなかったり、行動に移せてないみたいなところがあったので、なんかその教員になる子たちが実際に子どもたちになんかあの教えたりする時に、その主体性を持ってとかって言って教えてほしいというか、なのでなんか実際に自分の周りの学生が教員になる時に主体性を持っていろいろと教えられるような先生になってほしいなっていうふうに思ってたので、なんかそこで実際に先生になりたいって言って渡航してくれて、実際にあの現地でその先あの日本語を教えたりとか、いろんなプログラムを経験して帰ってきて、でやっぱり私は先生になって、その海外で学んだこととか今回のプログラムで感じたことを子どもたちに教えていきたいんですって言ってくれた時は、やっぱりあの自分たちが作ったものが本当に自分たちの世代だけじゃなくって、その子が先生になった時に教える子どもたちまで常に続いていくっていうのが、なんか自分にとってはまだ先生になってはないんですけど、その子自分にとってはすごくそのなんていうかやりがいというかを感じるところだったなと思います。なるほど。宮坂さん自体は結構海外その、行くことってやっぱ多いんですか？そこまでいっぱい行ったことはないんですけど、やっぱり何カ国かは行っていて、で中でもその最初にあの春来たがフィリピンのタガログって言ったんですけど、フィリピンが初海外で、すごい思い出のある国で、あのいろいろとインターン先もフィリピンが一番多かったりとかするんですけど、そのご自分の中でこう、スイッチじゃないんだけど、なんかあこれいいかもっていうふうに思ったご自分の中のエピソードみたいなものって何かあるんですか？そうですね、それで言うと初めてあの海外に行った時に、その、親に黙って行ったんですけどいいのかな言っちゃって大丈夫かな、黙って行ったんですけど、帰ってきて自己報告しても怒られちゃったのは怒られちゃったんですけど、でもあのなんかその時ってやっぱ大学2年生の時に初めて海外に行って、やっぱり大学2年生って本当に自分も何もなんかチャレンジできてなくて、なんかモヤモヤしていて、このままなんか学校の先生になって地元に帰って不安な、なんていうか将来が不安だなってすごい思ってたんですけど、なんか実際にその海外に行ってフィリピンに行って、でもうあのなんていうんですか、現地にたどり着くまでにやっぱいろんなトラブルがあって、もう自分これ生きて帰ってこれるかなみたいな感じだったんですけど、実際に現地であの英語も通じないような村というか町にも行って、でもなんかそこで子供たちだとか、あとはもうフィリピン人もすごい明るい人たちと触れ合って、あなんかすごい生きてるって楽しいなって思ったのと、なんか自分が自信を持ってそのコミュニケーションを何とかして取ろうというか、そういった積極性ってやっぱりどこの国に行ってもすごい大事なんだなっていうのを感じて、自分がその帰ってからもこれをもっと周りの子たちに伝えていきたいって思ったのが、まあ、なんか一番そうですね、エピソードというか。そうなんだ、はい、その小中高ぐらい の、 あの間の、宮坂さん自身はどうだったんですか？そういったマインドというか、もともとお持ちだった人なんですか？なんか私自身はそこまで自信はなかったんですけど、なんか結構周りからは変人って思われてたみたいでなんか結構いろいろとアクティブに行動してたみたいですね。あ、変人っていうのは褒め言葉ですからね、はい、我々の世界ではね、オンリーワンチャンネル。まあ、じゃあそんな中で、覚悟の瞬間、ゼロイチっていう部分なんでしょうけど、そこはどういったところになりますか？そうですね、覚悟の瞬間っていうと、
やっぱり責任がすごい伴うというか、海外にやっぱり学生さんを紹介したりとかするのってなんかトラブったりとか、まあ、もちろん保険とかいろいろ入ってはいくんですけど、はいはいはい、現地で何かあった時とかにやっぱすぐ駆けつけれなかったりとか、うん、まあ、そういった責任感みたいなものをすごく感じながら、うん、学生ながら感じながらやっていて、うん、で本当にそうですね、今回のコロナもあって、うん、まあ、渡航できなくなったりとかして、うん、やっぱりいろんな問題がまた返金だとか、うん、まあ、いろんな問題が本当にあって、はいはいはい、でそのコロナの中で今の授業をやっていくっていうのがすごく難しいなっていうのをすごい感じたので、うん、01の瞬間って今が一番なんか考えたりする時間なのかなっていうふうに思います。まあ、いろんなね、まあ、いい経験をさせてもらってるっていう意味ではいいのかもしれないけど、うん、いや、ね、今話聞いてて思ったのが、このタイミングで例えば卒業を迎えるとかね、うん、例えば何かこの先、まあ、例えば就職もそうなんでしょうけど、うん、みんなすごい大変じゃないですか、うん、でこう自分が思ってたプラン通りになかなかいかなかったりしますよね、うんうん、でもそういうのも目の当たりにされてらっしゃると思うんでしょう多分、はい、そこら辺ってどうなんですか実際の。そうですね、うん、もうかなり会社作った時は、うん、本当に事業計画通りにはもう全くいかないというか、うんうん、コロナが本当に落ち着くまでも、まあ、いつまでかかるか正直わかんないしっていうのもあり、やっぱ日本人ってその性格的にもやっぱり海外に比べるとやっぱ消極的なところもあって保守的になっちゃうので、うんうん、やっぱり海外に挑戦するっていうこの時期でも挑戦なんか無理にしろとは言わないんですけど、うん、挑戦したいっていう人はやっぱ減ってるっていうのはすごいありますし、うん、はい、結構やってることとしては今いろいろ変わってきてるかなっていう感じです。オンリーワンチャンネル、そしたらパワーソングですね、はい、まあ何でいきましょうか。桃色クローバーの、はい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 、走れっていう曲が一番好きで、はい、結構どんな時でも、うん、頑張れるというか、うん、なんかきついことがあっても頑張って、うん、なんか乗り越えようって思えるような、うん、もう単純に明るい曲なんですけど、うん、はい、そういった曲が。そのアクティブさってどっから来るんですか、はい、アクティブさ、そのなんかこう常に今挑戦してる、前を向いてる、はい、なんかこう、まあ、なんならこう今こういうコロナ禍であったとしても、本当にまあ辛い、まあ、状況なんでしょうけど、何もなんかそうやって笑顔でいられるっていうか、笑っていられる私って、なんかどこなんだ、その源というか、そこをぜひなんか知りたいなというふうに思いましたけど。それっていうと、うん、私は3歳からエアロビをずっとやってるんですけど、はいはいはい、エアロビで鍛えられた笑顔と、うん、挑戦する力というか、まあ、あるかな、チャレンジ精神というかは、まあ、もうあるかなと思います、ね、ちょっとそこもかなりもう一歩踏み込みたいんだけど、はい、なんでまたエアロビなんですか。なんかやり始めた時はあんまり、うん、なんでやり始めたかわかんないんですけど、お母さんがその近く家の近くにそういったスクールがあったので、はい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 、なんか通わせてくれてて、うん、で本当にエアロビ下手っぴで、うん、早生まれなのでやっぱり年が同い年の子でも1年ぐらいやっぱ生まれた時違うと、はいはいはい、本当に踊るのもついていけないみたいな感じですごい下手だったんですけど、うん、でも何か楽しくて、で大会とかがあって競争できるというか、はい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 、ライバルもいっぱいできてきて、で何よりもそのアイドルに結構憧れてたっていうのもあって、そのアイドルってやっぱセンターだったりとか、はいはいはい、その自分が目立つ位置というかを取りに行くためにやっぱ上手になって練習したりみたいなのがあるので、はいはいはい、なんかそういうのに結構憧れていて、でもう踊り踊りとかメロディを本当に頑張ってなんかいろいろきつい技とかもいっぱいあるんですけど、とにかくがむしゃらに練習してっていうのを3歳で、そうです、小学生ぐらいからもずっと高校生ぐらいまではやってたので、うん、はいはい、そうなんだな、はい、やっぱでもそこになんていうのかな、こうまあ、挑戦することもそうですけど、こう それがまあできた時の喜びとか、はい、なんかこうあとそのみんなにこう注目される、うんうんうん、感覚ってあるじゃないですか、はい、そういったものはもうずっとお持ちなんでしょうね。多分そうですよね。なんか自分が踊ってその、まあ、もちろん成績も大事ですけど、優勝したらまあ親が喜んでくれるとか、なんかチームメイトとすごい頑張ったねって励まし合えるとか誇りに思えるというか、そういった経験をずっと小さい時からしてきてるっていうのはすごいいい経験だなと思います。
ね、ある意味ももクロと同世代ですもんね。そうですね、同世代です。だからなんか一緒に成長してきた感みたいな感じがあるってことですよね。そうですね、素敵なエピソードでした。ありがとうございました。